こんにちは、ザワッチだ。まあ、うちには、トイプードルのね、チムっていう名前の愛犬がいます。もうかれこれね、チムが来て2年は経ちますね。あの子はどうしても何か他の犬と違って鈍いところがあるんですよ。だから今回はうちの愛犬チムちゃんと俺が一緒に遊んでいます。で、俺が一回いなくなります。多分鈍いんで俺がいなくなることも気づかないと思うんですよ。その後こういうマスクをかぶって変装して部屋に入ったら、チムはね、果たして吠えてしまうのか、それとも俺だってことに気づいてわーって遊ぶことができるのかという検証したいと思います。あと先週の月曜日に出した YouTuber モノマネクイズのね、答えはセカンドチャンネルに出しているので、そこから答え合わせしてみたいなとか思った方は、答え合わせしてみてください。じゃあ早速、やっていこう。Just do it now! はい、じゃあ、チムちゃんとね、遊んでいきたいと思います。